おはようございます、はい、かつみちゃん、バンドさん、はい、かつみちゃん、はい、そうです、そうでしょ、はい、まだ声からしたってね、はい、明るい、明るいし、まだ若い、バンドさんこそお元気で、え、元気です、ありがとうございます ありがとうございます。そんなことよりかつみ元気やな、はい、何食べてんのって言われあれ、な何がおかしいんですか、このキャッキャッキャッキャ朝から笑って、もう嬉しいからもう笑いがいっぱいなんですよ。何を言うな、あれ、雅子は横に主人もいてますし、あ、主人まだおるのいてはりますよ。鬱陶しいやろ、この暑い時に。いやいや、それ鬱陶しいなんてもったいないことをおっしゃっていけません。あら、まだす、え、あの、いくつで結婚したの、勝美は。22歳です。え、22歳で、ほしたら、はい、あ、まだ金婚式じゃないんだ。そうなんです、今度のオリンピックには、ああ、金婚式なんで行かせていただきます。東京オリンピックの時にね、はい、あれも一揉めも二揉めも済みますよ、あの知事になった人も我の強い人やからねえ、楽しみにしております。そうですか、はい、ほじゃ、あの東京オリンピックの時は知ってますね、ほじゃ、はい、あの東京オリンピックは、あの、だからまだ若い時に18、ちょっとうろ覚えですいません。ああ、いやいや、いや、いいです、いいです、はい、そうです、はい、僕はプロへ入って3年目ぐらいですからね。あ、そうですか。あ、うち の、 あの嫁が僕のことを好きだ好きだって言ってね、もういやいやいや結婚したんですけどね。いやいやいや、いや、もう私もあんまりね、よく、知ってはないんですけど、バンドさんも野球ですごく有名で、いやいや、はい、それより、うん、年代の、今の古い年代の人はみんな、あの、バンドさん、あの、応援してましたからね。ありがとうございます。ね、いえ、赤の他人で何にもね、関係ないのにわーわーわー言うて、そのうちに打たれ出したら。楽しい番組ですから。あ、初めはね、みんなバンド頑張れとか言うとったのがね、名古屋なんかでね、はい、頑張れって言って、ほんで僕らも関西だから、はい、これはバンドのアホとか言われるのはどうちことないんですよ。アホとか子供の時から言われてるから。それが名古屋へ行くとね、アホっていうのをたわけって言うんですよ。たわけね、たわけ、そのうちにね、その上にね、こんな朝っぱらからごめんなさいね、クソたわけって言うんですよ。そうするとものすごくね、腹立つんですよ。アホは年中言うてるから、お前アホかとか言うてるからね、はい、はあ、だけど、それでおじいちゃんとは恋愛ではなかったの。あ、恋愛です。恋愛、はい、これまた不思議だらな女やな、かつみ。いえいえ、あの不思議だらとかじゃなくて、もうどっこん、あの、惚れて惚れて惚れときましたので。かつみがお父さんに、はい、はい、ご主人に惚れた。当時相愛ですので、どっちもですから。そしたらあれやね、新婚旅行は形だけやね、はい、いやいや、とんでもない、あの、どこ行った、行きましたよ。どこへ。九州。九州、え、別府とか、はいはい、もう宮崎とかすごく、あの、流行ってましたから、九州旅行。それで、あの、あれでしょ、九州、はい、勝美さん、はい、美智子妃殿下がね、もう嫁いでらっしゃるから、ね、ご成婚の後ですから、あの、ちょっと新婚旅行には帽子をかぶって、女性は。そうです、そうです。ほんなら神戸港から乗った。いえいえ、私たちは、式終わって、うん、で、新婚旅行は寝台列車の中で、高千穂とかな、ね、あったあった、はい、帰りは飛行機で帰ってきました。そんな聞いてへんわいや、言わなきません、ね、一応な。そしたら、え、もう一遍聞きますよ、結婚式は神戸であげたんですか。はい、結婚式は、あの、兵庫県の、うん、はい、尼崎です。あ、尼崎 の、 式、あの、披露宴はしたんですね。はい、はい、そしてその晩にもう電車に乗って九州へ行って、はいはい、ほんで向こうで旅館に泊まって、ホテル、はい、そしてその時ドキドキしたでしょうね。そうですね、やっぱりもう緊張まただ中いうとこですよね。朝早うからこんなん言うのもなんですが、それまで何にもなかったんですか、はい、手は握ってた。あ、私たちずっと、家も近くでしたし、はい、普通に、小学校中学校で、高校はもう、変わりましたけどね、あの、地域的に、はい、でもずっと、幼馴染っていうことで、うん、はい、ずっと一緒におりましたのでね。だけどお友達だとかそうであってもね、だけど
結婚式を挙げた後初めてでしょ、夫婦になったのは。ちぎりを結んだのは。そうです。ちぎりはその前にした？いや、違います。その前はファーストキスだけでした。キスしよったんだ、この寝台列車の中のね。え？ファーストキスだけでした。ファーストキスはどこでした？あの寝台列車の中で。あれ待って、そうすると結婚式挙げて新婚旅行に行く時の寝台列車って、おそらくあのお金もなかったのが3等でしょ、3段になってませんでした？いやいや、もういい列車でございましたよ。ほんまに？ほじゃちゃんと個室みたいになってたんだ。そうです、それはちゃんとあの新婚旅行のパックじゃないんですけどもね、はい、あの主人が国鉄行ってましたんで、またでいろんな計画を立ててこういう世の中で、記者の方も、きちっとした記者で、はい、乗っていったんだ。ねえ、はい、そしたらずっと、神戸からずっと出ていくと、はい、西明石からずっと行ったりすると、岡山が来た、広島が来た、はい、ねえ、万歳ですわ。そうですわ、ほんで関門、はい、トンネルくぐったらもう九州や。はい。ね、博多通って、どっち、はい、熊本の方に行ったんですか、それとも別府の方行ったんですか。あ、別府です。あ、別府か。はい、新婚旅行みんな別府やもんな。はい、楽しかったです。そしたらその、 夜行列車に乗ってるはずだから、はい、初めてキスもその寝台車の中でしたんでしょ。あ、そうです。それ以上のことはないです。寝台車ではなかった。はい。それは別府のホテルへ着いてからあった、はい、そうですね。もうなんか未だにドキドキしてきましたわ。頂戴しましょう。待ってよ、ちょっと待ってよ、どうしましょうって、はい、旅館ですか、はい、ホテルですか。ね、はい、そこは主人が全部ね、はい、計画も最初から立てたんで、自分できちっと国鉄の例えばその、はい、ホテルとかそういうのを利用させていただいたり、はい、で有名なホテルに泊まらせていただいたり、はい、プランニングはもう全部主人がやりましたんでね。あら、勝美がもう可愛くてしょうがなかったやろな。そうですね。ねえ、そうですか、そうですか。そして別府で初夜を迎えたんですね。はい。こんなことするんだと思いましたでしょう、男と女は。朝早く。これはなかなか不思議なものですね。なかなか一口には言えないですね。言えないですね。はい、なんでこんなことがあるんだろうかと思いましたでしょうね。何を高笑いしてんだよ。それがもう今やね、これ勝美さん、はい、こんな言っちゃなんだけども、はい、フルマラソンするんやって。そうなんです。ハワイから。そうですね、ニューヨークマラソンも行ったの。あ、ニューヨーク行きましたね。何をしてんだよこの女。いや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 、これが夢やったんです、マラソンの夢はニューヨークやったんです。あ、そうなんですか。お元気なんだな、はい。その時は主人とも、はい、走りましたし。あ、ご主人も。うわー、はい、いいな、いいご夫婦だな、はい、ご趣味が。そしてニューヨークなんか行ったりしたら、はい、ちょっと日本語だけではダメでしょうが、英語ちょっとだけですね。英語喋れるんですか。そうなんですよ。そのためにね、はい、私って申し訳ないんですけどね、海外旅行に行くために英語を勉強したいっていうのが元々の私の英語をする、きっかけやったんですね。ああで、それで、はい、ちょっと片言ですけど、はい、はい、いや、もう本当に片言なんですけど、今ちょっとだけでも、ちょっと言うて、もし、はい、ニューヨークマラソンに行ってきましたって言って、はい、I go to どこに行ってきました。ニューヨーク。あ、I go to went to New York。 おー、何かようわからなかった。よろしいでしょうか。よろしいでしょう。時間がだんだんなくなってまいりましたけども、はい、どうぞご主人様にもよろしく。そしてね、もう、はい、そろそろ金婚式でしょ。そうなんです。はい。そしたら金婚式はどっかや南極かどっか走ってきたらどう。寒いよ。熱々で走るからどうぞ、寒いところの方がいいんじゃないか。はい、いただきます。はい、そじゃお元気で、ご主人にもよろしく。失礼します。はい、お元気で、はい、ありがとうございます。ごめんください。